影するの店長は。はい、します。え、してんの。してます。え、マイカ。はい、マイカ。はい、こんな顔。嬉しそうなんだよ。いやだけどさ、お店行くしかないよ。はい、お店行く？お店行く。はい、今回はですね、秋葉原にある魔法のメイドカフェ、はい、マジカルロリポップの店長のハムさんと、ロリポップですか。そうです、うん、秋葉原一番の名物キッチンである、センタロウさんに来ていただいております、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。メイドカフェ行ったことある？メイドカフェはあの取材で行きました。うん、プライベートで行ってない。プライベートで残念ながら行きません。そう、ハムさん、そもそもマジカルロリポップってどんなお店なんですか。はい、マジカルロリポップは、お客様が勇者様となっていつも旅で、魔王と戦ったりだとか桃と戦ったりだとかしてくださってるんですけども、私たちが魔女見習いとして、はい、勇者も癒しの場として、メイドカフェをしているという設定になってます。どう癒してくれるのかと。もうあの前で おじちゃん、もうね、朝8時。朝8時。朝8時。飲み物飲んだ。出禁ですね。どんな感じで、ね、お飲み物を美味しくしたいだとか、あとは可愛いメイドさんがいっぱいいるので、こういう萌えで。あ、そうです。だってほら真ん中にいるの。そうです、私です。店長さんです。はい、店長さんね。店長です。あ、そうだね。センター取っちゃって。そう、はい、で店長、あ、僕はあのキッチンをやらせていただいてまして、はい、あとあの車の方は全部僕の方で管理とかあの改造とか整備をやってます。はい、秋葉原一のキッチンってどういうことなんですか。どういうこと。あ、ですね、あの秋葉原でメイドカフェにキッチンさんっているところといないところがあるんですけど、うん、基本的に表に出ないようにはなっていて、うん、ただ僕の場合はもう全面的に表に出て、はい、で一緒に YouTube も出て、で今登録者も25万人ぐらいなんで、まあ、これ多分一番は僕なんだろうなっていう。なるほど。ずずしい男ですね。この車はすごく大事、ね、俺はすごくない、なんかいた車以上いた車になります。ね、いた車だよね。横もすごいですよ。ほら、ちょっと見てください。こういうさ、こういうトラック六本木で走ってるよ。店長どれ？店長いないです。私は店長。あ、そうです、そうです。右から2番目でね。あ、これ店長。はい。これ運転するの店長は？はい、します。え、してんの？してます。え、マイカ。はい。マイカ。はい、こんな変わってんの？マイカで。座ってみて。マジで？すごい。え、これマイカなの？はい。なんでこんな車好きになったの？なんか車運転したいなっていうのをセンタロウさんに相談したら、気づいたらあのこうなってました。この車は誰の車だったの？あ、私です。あ、もともとは、はい、それをこんなカラーリングにされちゃったの？はい。知らないうちにね。車も知らないうちに用意されてました。これはフルラップでやらせていただきました。じゃあセンタロウさんがこのロードスターも選んだ？あ、そうです。なんでロードスターに来たんですか？いや、あの僕がずっと走るのが大好き で、ええ、で店長が車欲しいって言ったんで、はい、まあ、ちょっと僕買うのちょっと大変なんで、まあ、店長が買うんだったらいいかなと思って、うん、これで例えば街走ってるでしょ、はい、で横にしてはね、可愛い店長が乗ってるわけじゃない、うん、この格好で、ちょっと周りの人声かけたりする？すごい写真撮られます。そうです。後ろがちょっと見てください。もう86だよ、これ破けてちゃって。86だよ、ナンバー、うん、ね。なんかこだわりあんの？あ、私の名前がハムなので86にしてもらいました。なんでハムちゃんなんですか？ハムが好きなの？まあそんな感じで。適当に答えてる。なるほどね。なんかこれいいよね。うん、これかわいい。じゃあ、はい、これ一ヶ月ぐらいで借りて乗ったらどう？ぜひぜひぜひ。宣伝コスト。ぜひ。行ってよ。ちょ乗ってみてほら。ぜひぜひ。おっさん、おっさんちょっと乗ってみて。かわいい。すげえ。すげえ。車さんがかわいいし。車に。ほらどう？かわいい。めっちゃいい、めっちゃいい。これでもうね、これさっき言ったら。そうね。これハムちゃんだからいいんだよ。じゃあ試乗しちゃいましょうかね。はい、ね、そうだよね。ぜひぜひ。いや、それは運転でしょ。え、これさっきと走ってんの？走ってます。嘘。はいはい、入った。じゃあハムちゃんさっきと走って、ハムちゃんさっきと走ってんの？走ってます。行きます。ロードスターは楽しいよね。はい、ああ、ロードスターは楽しい。
ちゃ早い。めっちゃ早い。走ってんだって。あ、そうです。つくば走ってる。走ってんだ。いや、すごいよね。はい、だからさ、なんちゃってそのいた車かなと思ったら、はい、的も全部だ。足も足もちゃんとなんかこうしっかりしてる。今時の若者の足で、でブレーキも全然プアじゃないし、ちゃんとしてるし。だから見てくれほどではない。なるほど。そうなんですね。ちゃんとしてる車。でこれからもあの秋葉原あたりのうろうろ走ってるんですか。はい、うん、あ、いいね。でも何より土屋さんが嬉しそうなんだよ。いやだけどさ、お店行くしかないよ。はい、お店行く、お店行くよ。じゃあ後で、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツをいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、はい、本当にね、AJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはね、テリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもね、たくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひね、振るってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に、働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね、塗装部も板金部も、ね、稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでね、やっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね、楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですね、チャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの位置になりませんか、はい、中古車買取ホット車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取ホットで検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売、開店ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。